はい、本日はですね、こちらアークテリクスのマンティス2を1年間2年間使ってみたいという動画をねご紹介していきたいなというふうに思いますということなんですが、このバッグめちゃくちゃ人気なんですよ。でそれこそね、そんなん知らんかったわと、どれどれ見してっていう方もねいらっしゃるかなと思うんですけども、この動画を機に知ったらね、次街中行ってみてください。めちゃくちゃこれ見かけるから。今までは意識しなくて、へえ黒のなんかバッグ持ってんなぐらいやねんけども、ようよう見たらこれ、あ、マンティスやないか、あそこもマンティスやないかっていうぐらいめちゃくちゃ持ってる人多いんで、それぐらいね人気のバッグなんですが、僕が2年間使わせていただいて、でめちゃくちゃ買いでね、その理由っていうのをね何個かお話しさせてもらって、マンティス持ってる方も、あ、そうそうそう、それでね私も持ってる、僕も持ってるって思っていただければ結構ですし、それとこれ劣化した部分もあったんですよ。2年間使ったら、あ、これ劣化してませんかと、これ僕のだけですかっていうのもね見ていただきたいなと思っておりますので、そんなところでいこうかなと思います。ではですね、まずにこういろいろあって、これ全部マンティスっていうのって言うと、これ全部マンティスなんですよ。だからもうややこしいことはちょっと一回置いといて、これがマンティス2っていうバッグで、このアークテリクスのねっていうブランドが作ってる、ボディバッグになるんですけど、一昔前はこのマカ2って名前だったんですよ。でも仕様はもう全く一緒、大きさも一緒やし、ポケットの数も全部一緒やねんけども、これが2年前に買ったマカ2で、これがもう最終モデルです。でその次の年に出たのがこのマンティス2っていうやつ出たんですね。でたまにこういうビームスとかセレクトショップと別注してるやつがあるんやけど、これはちょっと一回置いときましょう。もうこれちょっと番外編的な感じだから、ちょっと一回置いといて、このねマンティス2についてねお話はしていくんですけども、あ、じゃあ何が良かったんですかと。でこっからですよ、共感ならし、はいはいはい、その通りですわということになってくると思うので、まず良かったのがですね、このコンパクトさ、僕の手のひらぐらいしかない縦の長さ、そして横の長さも手のひらよりちょっとあるかなぐらいのコンパクトやのに、収納がめちゃくちゃ多いんですよ。はいはいはい、じゃあまず見ていきましょう。手前にねこういうのありますよね。でピューって開けていきますと、で開けたら見やすいようにグレーになってるんですね。あ、確かにこれ見やすいじゃんと。でここにねキークリップがあるので、家の鍵とか自転車の鍵とかポチってこうつけれるんですよね。でなくす心配がない、こう一緒にパーって叩きバランってなったら落ちちゃったりするんですけど、ここにかけておけば安心できますよってことなんですが、僕はかけておりません。そんな面倒くさいことはしませんけどね、まあそういうこともできるというような大きさになってて、サイズ感的にはそうですね、財布がちっちゃい、こういった財布はすっぽり入るような大きさになっております。で次メインの方のポケットは開けていくと、こう仕分けというか分けれるんですね。なのでここがメインになってるので、こう財布入れるもそうやし、でそれ以外にやったらこの前のところにジップついてるので、こことかにはちょっと薬入れとこうかとか、カード入れとこうかとかね、スタンプカード入れとこうかとかっていうのもできるし、でこの裏側にはハンカチちょっと入れようかなみたいな使い方ができると思うんですけど、最後にこの裏側、体に当たる部分はこれクッションになってるんですね。でこのクッションになってるところにこのスマホを入れるところがあるんですよ。はいはいはいと。でこれスマホ入れていきますね。ポンとねこんな感じ、綺麗に収まるんですよ。それでこうやって持ってたらめちゃくちゃねスタイリッシュやし、取り出しもしやすいし、小分けも意外と多い。だからもともとはね、僕の動画見ていただいてる方って大体30代40代の男性が多いんですよね。でこれ購入するじゃないですか、大体奥さんに取られてますから、皆さんこれ奥さんがね気に入ってね、え、あんたそれ絵の持ってるやんって、私にちょうだいでね、私つけるわ、持っていくっていうのがね非常に多いみたいです。僕もね何人か所作に合わせてもらった方でも、奥さんがこれ持ってるって方多くて、もう取られたんですみたいな感じで言ってる方もいたんで、そういった女子とか結構小物とか化けるじゃないですか。男子は言うたってそんなに小物ないんやけども、女子はハンカチがあったりティッシュがあったり、いろいろリップがあったり化粧品があったりするから、まあその辺やったらねパパッと分けれるっていうところがまず収納力いいところね。今ついてきてますよね。はいはいはいと、その通りですよと、タクトその通り、それは分かった、じゃあ次行こうっていうことじゃないですか。で次行きますね。この次のやつがねよう考えられてるなと。でつけてる方でも意識しない方多いんちゃうかなと思うのがね、何かというとですね、これよく見てくださいね、こうやって湾曲してるんですよ。ちょっと丸みがあるでしょ。でこれどういうことなんかっていうと、ちょっと体に当たる部分なんですけど、こうやって持った時に綺麗にこう体にねこう沿うようになってるんですよ。だからつけてて違和感がないというか、こう体の一部みたいな感じで、ちょうどお腹のところにバッグが来るんですよ。だから収納とかが取りやすいし、なおかつ持ちやすい、こう湾曲してるから持ちやすいっていうのが、なんかこうマンティスいつも持ってんねんけど、なんで俺持ってんねやろな、そや湾曲してるからやっていうのがね、僕もようよう見たら気づいたんですけど、そういうところで収納しやすくて、なおかつこう持ちやすいんですよ。持ってて苦じゃない。たまに持っててもなんかリュックとかでも角張ってるリュックとかボディバッグとかでもなんかこう腹にボンボン当たって痛いバッグとかあるじゃないですか。でそんなんがないように湾曲もしてるし、さらにこういったクッション性があるので体に当たっても痛くないという風になってるんですね。おー、なるほどと。でこれでいて値段5500円ですよ。そりゃ買うでしょ。ただその代わりパチモンめっちゃ多いんで気づけてくださいね。以前動画でパチモンの動画作って、もうマンティス2とマンティス2の偽物本物作ったんやけども、めちゃくちゃ多いんでそれは気づけてほしいんですけど、最後にね
2年間使ってね、これ良かったなと思うところって何かっていうと、まあこういった別にシンプルな白 T 着てても首からバッてかけてあげるだけでもうそれ相応のファッションになってくるんですよね。で、だいたいボディバッグって3、40代の持つおじさんが持つボディバッグってもうおしゃれな人はちゃんとおしゃれに持ってる、とことん意識しない人ってちょっと変なボディバッグになったりとかするから、もうそんな変なボディバッグってまあ言い方悪いけども持つぐらいやったらもうこれ持っとったらええんよと、こういう四角のタイプの持ってたら首からかけてるだけでそれ相応のファッションになるじゃないですか。って考えるとね、春夏のこうシンプルな服装の時ってやっぱりワンポイント欲しいなってなってきたら、まあ、こういったワンポイントがあるだけでね、女子もね、あ、誰々くんいつもとちょっと違うねとかね、あ、誰々先輩ちょっといつもと雰囲気変わりましたねとか、あ、そんなことないで、俺ただこれ普通に荷物入れてるだけやから、あ、荷物ただ入れてるだけやけどスラッとおしゃれにしてるんですねなんていう風に言われたら嬉しいじゃないですか。ほなやっぱバレンタインも増えたりとかしたらね、ちょっと鼻高々なるでしょ。だからそういったところで、まあ、女子受けもね非常にいい形しておりますので、まあ、ファッション的にも良かったんじゃないかということなんですが、まあ、一つ気になることがあるっていう風に最初に言ったと思うんですけど、それで最後終わりたいなと思うんですがね、何が気になるのというとね、これ他の人いてるって聞きたいんやけどもね、残念なことがあってですね、これが、マカ2というモデルで2年前に買ったって言いましたね。使ってたらですね、内側は特に何もなってないですよね。問題はこの背面でございます。背面がね、これなんでこんなことなってんのっていうことがありますので見ていただこうと思いますが、基本的にこれは嫁が使っております。で、マンティス2の方を僕が使って、マカ2は嫁が使ってるんですけど、見ていただきたいと思います。こちらズドーン、はい、ということでですね、このクッションがなんかボコボコへこんでるんですよね。で、これなんなんと思ってね、嫁にね、なんか腹んとこになんかトゲトゲでも仕込んでんのって言ったらね、そんなことするわけないやんかって言われたんですけども、それぐらいなんかボコボコしてるでしょ。で、普通のバージョンというか、僕あんまりこのマンティス使ってないからあれなんやけども、こうやって綺麗なんですよね。こうクッションがあって、まあ普通はこうじゃないですか。だけどこっち見てもらったらこうボコボコしてくるんですよね。だこれはもしかしたらこう擦れたりとかして、こう摩擦とかでちょっとそうなってきてるんかちょっとわからないんですけども、まあまあ背面の部分やから見えないといえば見えないですよ。他の方とかには見えないっちゃ見えないんやけども、なんか結構この辺気になるなっていう人はね、気になるかもしれませんね。で、僕はね基本的にこれ持たないんで、僕のはもう全然使ってないっていうか、まあこの綺麗なままの状態なんですけども、嫁は結構頻繁に使ってるんでこうなってるんですけどね、まあ、もしこういう感じになってる方がいらっしゃったらね、ぜひ教えてほしいなと思います。そんな入れるもんもね、変なもん入れてないんですよ。だいたいリップとか化粧関係とハンカチとスマホとみたいな感じしか入れてないから、まあ、僕の嫁はね、いたって普通なんで、こんな後ろの男にね百裂拳したりとかする人ではないんですよ。だから百裂拳とかしてたらね、こんなボコボコなったりとかしてなるっていう可能性はあるんやけども、百裂拳したなんて言ったらね、いやそんなことしたことないなってことで、そもそも百裂拳って何って言ってね、ちょっと話長くなるから、あ、もうええわええわって言ったんですけど、まあ、そんなことでちょっとねへこんだりしてるっていうところが、まあ、気になる人からしたら気になるかもしれんけど、まあ、5500円とは仕方ないって言われたら仕方ない気もしたりするんですけど、まあ、そんなことでね、マンティスは、まあ、とにかく皆さんまず買ってくださいと。僕はね、アークテリクスの店員でもありませんし、アークテリクスの株を持ってるわけでもございません。だからあそこの売り上げが上がろうが下がろうが僕にとってあんま関係のないことなんやけども、まあ、それでもね、この見ていただいてる方が夏場にちょっとスポーティーなバッグで欲しいなとか、スポーティーなバッグでなんか合わせるのないかなとか、なんかそういう風にね困ってはったりとかしたらね、まあ、とにかくこのマンティスはね、まあ、持っててね損ではないんじゃないかなと思いますので、まあ、最後ちょっと百裂拳だけには気をつけていただいて長く愛用していただければなと思いますので、本日はですね、マンティス2を2年間使ってみて分かったことという動画になってました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。